岩下洞穴の前景。岩下洞穴は、長崎県佐世保市、松瀬町にある、旧石器時代から、古墳時代の遺跡、県史定史石。炉の後、縄文草期から、頭や胸くらいに石を乗せた、埋葬人骨や魔性石器を服装した、埋葬人骨など20体長が確認され、洞穴内を居住場所と埋葬場所に使い分けていた。 国森竹中腹に開いた岩陰状のホラー穴で、南向きに開口して、日当たりが良い。眼下に相浦川を見下ろす。高さ2メートル、奥行き5メートル、幅17メートル。発掘後は調査エリアを鉄柵で囲って、侵入禁止としている。昭和39年に、近くの中学生が発見した。その後41年まで、麻生優良が3回にわたり発掘調査した。 麻生は、この調査において、出土品を通じて、当時の人々の行動様式を解明することに、主眼を置いた。いわゆる歴史の、原一論が考古学の分野においても通用するか、どうかを試す機会とみなしていた。出土品発掘場所付近。鉄作により立ち入りが禁止されている。主な出土品は、人骨27体、計4万点に達する、土器片と、石器。 食料の残骸である。27体の人骨のうち22体は、縄文時代早々期に流行した押し形分土器と同じ方眼層から出土した。彼らは小柄で下顎とかしが発達していた。そして、何より、下顎の前歯が激しく摩耗し、奥歯より短くなっていた。このことから、縄文早々期の人々は、小柄で苦境なハンターである、重費は、 歯で噛み締めて舐めしたと推定された。ここで最も古い河原家は、早々期の推し形分土器で、以後は貝殻上根文、無門、途流文と泥器式、祖畑式や公式へと遷移する。石器の多くは石族である。一部は魔性石族で、そのほとんどは、推し形分土器と、同じく早々期の方眼層に集中していた。つまり新しい石族は惰性に切り替わっていると言える。 その他、食料とした多種多様な重骨が発掘され、肉食性の食生活が証明された。ありがとうございます。